fxkawashart.com 管理人です本日は1月の18日こちらのビデオの方を制作をしておりますなおこのビデオにつきましてはあくまでも教育を目的としております投資の最終的なご判断につきましてはご利用様ご自身でご判断をいただきますようお願いをいたしますはいということでですね本日は読者の方動画の方購入いただいた方からですねご質問をいただきました FX の初心者がトレードを始めるまではどのようなステップを踏んでいったらよいのでしょうかというようなご質問ですね。もともとですね、この FX 為替チャートというのはある程度、そのトレードの経験をされたような方、えー、私自身のように、例えばまあ,ある程度トレードを積んできたんだけれども、次のステップに進みたいんだけれども、どういった方法があるのか、具体的な方法を探されている方向けにですね、 ある意味経験者の方向けに作ってきたんですけれどもこういったあの今から始めますという方からまさか、えー、教材の方を買っていただけると思ってなかったので,です、ねまあ、本当に嬉しくてちょっとです、ね、今回の記事、少し頑張って作ってみようと思ってやってみました、はい。ということで松田さんからいただいた質問です。ちょっと読んでいきますね、はい、つい先日、えー、実践編のビデオを購入させていただきました。 トレード歴はまだありません以前から FX にとても興味があり本格的に始めようと思い FX ブログ書籍などを渡り歩いていた中で、えー、カレニー様のブログにたどり着きビデオを購入させていただきました質問の仕方というより理解の仕方勉強の仕方検証の仕方でしょうか言葉に表そうとすると難しいのですが トレードを始められるような知識レベル手法等に到達には何をどうすればよいのでしょうかえ決して証拠金が欲しいのではなく理解した上でトレードがしたいのですこのような証拠以下の質問をされるような方はいないと思いますえもし管理人様なりのお答えをいただけたらと思いメールをさせていただきましたということでえもうこれはですね素晴らしい質問です 元々ですね、私自身がトレードを始めたときにその何をどういうふうにつないでいって具体的なトレードにやったらいいのかもう暗中模索でやっていましたのでこういった質問をです、ね、したくてもできるところがなかったということで。 それを供給できるようなことということで、エフクスカーシアートの方をやってきたんですけれども、あのこのように本当に、えー、初心者の方からですねあの、がどういうふうにやっていたらいいのかというのは、これと一,一つ大切なことだと思いますので、えー、ぜひですね、管理人なりの考えというのを説明をさせていただければと思います。で、えー、実を言うとですね、これ、あの、 まあちょっと書いてるんですけれども成功までの決まった方法はありませんということでちょっと冗談っぽく書いているんですけれども実はですねトレードの方法というのは成功する方法というのはもうこれ100人いたら100通りですリバーサルでトレードをする例えば反転のパターンが得意な方もいらっしゃいます順張りが得意な方も出てきます例えばチャートパターンのみでやっている人もプロの中にはいますし あとは、ピボナッチのみでやっている人、ピボットのみでやっている人、えー、それを組み合わせている人、あとは、例えばプロのトレーダーであればですね、まあ、実際に積み上がっているトレードの量というのを見ながら、どの辺に来れば値段がある程度走るかというのをですね、まあ、分かった上で、ある程度相場の薄い時にどんと資金を入れて、相手を動かして取っていくというようなことをやっている人もいます。 なので、これはですね、その人の環境であるとか、その人の考え方、トレードの捉え方等々で成功の方法というのが変わってきます。え正直なところ、運もあります。考えされているかどうかというような要素も入ってきます。ので、成功の方程式というのはこれは一つではないんですね。ところが、一つ確実に言えることはですね、その失敗する方法というのは比較的に通ってまして、 ですからこれをまず避ける方法を習得するというところですね、私自身が最初に失敗した方法としては、まあ、要は基本的なプライスアクションを知らずにトレードをやってしまうであるとか、オーバートレード、トレードをしすぎるということですね、で欲張りすぎてリグイができない。 儲かってるんですけれども、もっといけ、もっといけと思ってですね、結局、利いができないまま、エントリーのところのポイントまで戻ってきて、今度は逆にマイナスの方に入っていて、で、それをすると何が出てくるかというと、怖すぎですぐに損切りをしてしまうということですね。で、損切りをした後に相場の方はまた元の方向に戻っていくという、まあ、惨めな思いをするということもありました。 あと目の前で大きなろうそくが動くということがあります例えば赤いろうそくがドーンと出たらほらショートだ全部突っ込めというようなことで,です、ねまあ、反射神経だけでトレードをしていたというようなことですねでそういったふうな間違いを続けた後に記録をしてませんでしたので,同じ,方向で同じ方法で間違いを続けてしまうんですね人間の脳みそっていうのは面白いもんでその多分サバイバルといいますか生存本能のなせる技だと思うんですけれども いい思い出っていうのはずっと覚えてるんですね。でところが痛い思い出だったりとか辛い経験っていうのはもう忘れてしまうようにできているようです。これギャンブル、まあ、パチンコとか行かれた方は経験あると思います。管理人も含めなんですけれども勝った時の思い出っていうのは覚えてるんですね。もうじゃんじゃん箱が積まれてすごかったねというのは覚えてるんですけれども、まあ、ただですね負けてしまった時の思い出っていうのはその時は悔しいんですけれども。 まあ家に帰って酒を飲んで、普天寝で押してしまって、夜傘になれば、なんとなくぼんやりとそれを忘れてきて、パチンコ台の前に座ると、勝った時の思い出の方が、それをですね打ち消してくれて、また興奮して、勝とうと思ってやってしまうとまあいうような、同じ方法で間違いを続けてたというのこれが一番大きかったですね。あとは、実弾でトレードということで、妙な正義感といいますか、かっこつけの感覚があってですね、 いいやいやおいリアルマネーでやらないとデモでやってたって上達しないよなんて思ってまあやるわけですねところが実弾でトレードをしてもですねデモでトレードをしても、まあ、デモで勝てなければ実弾でも絶対勝てないんですね、まあ、逆あるかもしれませんデモで勝ったとしても実弾で勝てないというのはあるかもしれませんけれどもデモで負けているのに実弾で勝つということはありませんでそれに気づくのにちょっと時間がかかっちゃったということですねその間に証拠金を3回吹き飛ばしました さらにまあ負けたトレードを取り返そうとしてです、ね、あの10のポジションで10のピップ数を負けたので今度は同じ10のピップ数を獲得して20のロットでやろうというようなことですねこれはあのギャンブラーズファラシーといいますかギャンブラーの誤病というのを別の記事で書いてますけれども何が起こるかというとそういうことをやっていくと加速度的に破綻するということですね、まあ、そんなことをやって資金の方を3回飛ばしたということをやりました でおそらくですねあの、これに近い経験をされた方というのもただいらっしゃると思います、えー、ぜひです、ね、他の,その失敗をされたような経験というのがあるようでしたらですね、あのまあ、ブログの記事の最後にコメント欄がありますのでそこにですね、ぜひ、えー、ここでコメントの方を入れてやってくださいあのそうしていただいたらですね、これ読んでいる方と情報の共有もできるのではないだろうかと思います はいでですね、じゃあ、どういうふうにその初心者の方が何をやっていけばいいのかということでいくとこれはです、ねまあ、FX の為替チャートの教材でもいいですしあとは他に自分が信じれる教材というのがあればです、ね、そちらの方に絞ってぜひです、ね、あの基本的なプライスアクションを学んでくださいチャートの方がこういう動きをしているときには次はこういう動きを起こす可能性が高いというようなですね まあ法則というのがあるのは事実ですのでそういったプライスアクションを学ぶということですねでその上で今度はです、ね、トレーニングですで実際トレーニングをするときはリアルマネーをかける必要はありませんあの繰り返しになりますけれどもバーチャルでやって勝てなければリアルマネーでも勝てませんですから、えー、それをやるのにです、ね、一番いい方法というのはこれは管理人がやってきた方法なんですけれども、まあ、例えば下のようなチャートですね これ、ドル円の冷やしですけれども、何やってるかというと、これ、過去のチャートをプリントしてきて、ですね、こっち側、右側だけ隠します。で、左側だけ見てですね、じゃあ、この白い部分というのが今後どういうふうになっていくんだろうかということを、いくつかシミュレーションを立てるというようなことをやってみます。相場というのは、これは将来は分かりません。 個人トレーダーにとって何が大切なのか何が目的なのかというとそれはですね相場の将来を予測するということではなくて相場の基本的なプライスアクションを理解をしてそれを活用して相場から収益をいただくということですね繰り返しになりますけれどもトレードをする目的は予測をすることではありませんトレードをする目的は収益を獲得していってそのお金でもってより良いライフスタイルを実現するということにありますので もう予測ということは花からせずにですね、もう何をやるかというとシュミュレーションですね。ですから、例えば、えー、このチャートを見てですね、自分なりのシュミュレーションというのをやっていきます。じゃあ、ここのピンクで囲んだ部分で、仮に相場の方が今上を向いてますから、そのまんまて上を向いていく場合は、どういったような戦略が考えられるんだろうと。もしくは 今からもみ合いに入る場合はどういった動きが考えられるのかリバーサルになる場合はどういったような動きがあってどこでエントリーをしていくのかというようなことですねでまあ管理人であればですね大体どんなことを考えるかとでこれは本当に正解はありませんあのそれぞれの方の考え方でやっていただいて自分の考え方を記録していくというようなことが必要なんですけれども、まあ、例えばですねこれがそのまんま 継続をしていくというようなことになるのであれば今、この間にある21の EMA ですねの平均線を従って下がってそれを切っていませんので当面、まあの間はモメンタムベースといいますか短いサイクルでどんどん動きを繰り返していくでしょうということでこの期間のですね短い期間のリバーサルというのを考えていくことになると思います。 ですから、ここからここの相場の戻し、フィボナッチの戻しのエリアというのを探していくということですね。ですから、ここからここの戻しですので、ざっくりいくとフィボナッチのゾーンとしてはこの辺になってくるということですね。で、そこに相場が戻ってきて、ロウソクの方が何らかの形で反転の形状を出すということになったら、その次のロウソクからです、ねまあ、ストップエントリーで トレーィングストップをかけてエントリーを探していくというようなことをやっていくというようなことが一つですね。あとはリバーサルになる場合は、ちょっとですね、この形でいきなりショートをするというのはとてもできません。ですからやるのであれば、一回相場の方がダブルトップをつけに来るというようなことがあればですね、今度はそのダブルトップの 手前のローですねここの部分を切ってくるというようなことになってきた時点でその時の相場を見ながらですねここでもってストップエントリーをするのかもしくは戻りを待ってプルバックを待ってエントリーするのかというような2つのシナリオを持って準備をしておいてですねどちらかを選ぶというようなことを考えていきます大体いいこういった2つのパターンを考えるということですね でまあ、あとは相場の方が横向きに行った時にはどうするのかというようなことも考えます。今からです、ね、相場の方がコンジェッションといいますかもみ合いに入ってしまうといったようなことになれば今度はです、ねまあ、私なんかが考えるのはおそらくはボリンジャーのバンドがです、ね、こうスクイーズしていくといいますか収縮をしていきますので 今度はタイミングを見てそのブレイクアウトのエントリーを検討していくというようなことですね。そういったようなシナリオも考えていきます。ただ、横向きになっている間には入らないというようなことですね。で、これは本当に繰り返しになりますけれども、正解はありませんので、それぞれの皆さんの考え方というのを紙に記入をしておくということですね。で、その紙の記入が終わりましたら、次はですね、実際にその紙の部分をのけてみます。 先ほどまで見ていたのはこちらの図ですからこういったいうふうに右の図がを見ていきますでただ、ですねこれの全部バッと開けても具体的にエントリーをするのはろうそくが一本一本見えてきてじゃあどこでエントリーをするのかという時系列で追っていく必要があるので、まあ、全部見れるのではなくてですね紙を少しずつずらしていくというような見方をしていただいてもいいのではないだろうかと思います例えばこれでいくと こんな感じですかね画面の方が今、一番右側のロうソクを出していますけれども、大きなろうそくが出ました、次に小さなろうそくが出ました、例えばですねこれでいけば、大きなろうそくのあとにそのろうそく、次のろうそくの実体を丸ごと包むような反転形状の方が出ていますので、まあ、こ,の反これを反転の一つの材料として、ですねエントリーのポイントを探していくと。 で、今度はトレーリングストップでもってですね、エントリーの方法を探していくというようなことでですね、まあ、この辺でエントリーをしていくと。で、そうすると、今度はロングのポジションを持つことができるので、あとはですね、ストップのポイントをどこに置くのか、ターゲットのポイントをどこに置くのかというようなことを、まあ、全部紙に書いていって、ちょっとずつですね、一個ずつ進むに従って、自分のトレードの戦略をアップデートしていくというようなことをやっていただいてもいいんではないかなと。 思いいますはい、ということで、まあ、あのテクニカルの技術というのはここに記事で書いてますけれどもある意味パターン認識の積み重ねになりますでこういったトレーニングをですねどんどんとにかく続けると紙をプリントをしてそこに自分なりの分析を書くそして右側のその後の推移を見るで自分のパターン自分の戦略がもし間違っていたのであればなぜ間違っていたのか当たっていたのであれば じゃあそれをよりよく精度を上げるにはどうしたらいいのかというそういった反省点をです、ね、全部紙に細かく書いていきます。でそれをです、ねまあ、冷静になって翌日にまた見直すというようなこともやり新しい紙にまた書いていくというようなもうそのトレーニングをひたすら繰り返すというようなことですね、まあ、将棋で言うと詰将棋といいますかそういったものをどんどんやっていくというようなことを繰り返します。でですから他の人がトトレレーードドを実トレードで持って 興奮をしながらやっている間にですね自分は過去のトレードでもってその何倍もの情報の量を処理をしていくというトレーニングを頭の中でやっていくというようなことをすることでそのこういったトレーニングをしていない人に比べて習熟のスピードというのははるかに大きく伸ばすことができますしこういうのをやっていくとですね面白いことに、まあ、チャートを見ただけでパッと思いつくタイミングというのが出てきます。 そのチャートを見ながらです、ね、あこれはこの前見た失敗したあれだっていうようなことで,です、ね、あのあの時はリバーサルだと思ってたけどそのままトレンドが継続しちゃったよねであるとかえ継続すると思って入ったんだけどリバーサルになったじゃあなんで間違ってたんだろうというのはそういったのが全部生きてくるようになりますのでそういうです、ね、パターン認識の技術というのはこれはもう繰り返しのトレーニングでのみ得ることができる技術,技術ということになります。 そういうですねいわゆる地味な活動地味なトレーニングというのを続けていくというようなことをやってその上でですねある程度パターン認識ができるようになってきたら今度はデモの口座でチャートを開いて実際のポジションというのを持っていくとでそこで資金の推移がある程度ゼロではなくてですね上側になっていくというようなことになってくれば実弾で小規模からトレードしていくと。で そこから先は資金管理をしながらですね自分の口座資金を増やすというようなことをですね試みていくというそういった流れを取っていけば比較的初心者の方でもですね、まあ、資金ロスを小さく成功までの時間を短くしてやっていけるのではないだろうかという,ふうに思っています。